はい、福田議員。グループさつき、深田龍でございます。代表質問、残り27分となってまいりました。締めさせていただきます。よろしくお願いします。私の方からは、5番のですね、伊勢鉄道の負担金について、まずこちらから始めさせていただきたいと思います。これをまあちょっとあえて私ちょっと挙げさせていただいたというのもですね、まあ、本来は県に問うべき質問かなとは思っております。そして、まあ、先ほどの部長の答弁からもですね、この伊勢鉄道、まあ、三重県、まあ、また松阪市にとってですね、まあ、ご答弁の内容からもその重要な公共交通体系というような認識をされているということで、まあ、同じ認識はさせていただいております。ただですね、やはりこの3年間で4000万以上の負担金を伊勢鉄道にしていく、やはりこのことについて、やはりその市にとっては説明責任が私はあると思って、あえてこのテーマを掲げさせていただきました。で、まあ、続いての質問に入っていきますけれども、まあ、流れとしては、まあ、鉄道の、まあ、設備のですね、まあ、老朽化が進んで、まあ、それに対して、まあ、18億円かかると、で基金、まあ、約2億8000万と、あと自主財源で3億円、あと国庫補助金で、まあ、5.3 億円を除いた、まあ、10億円が、まあ、必要になってくる。だその10億円に対して、県からは市町村に対して、まあ、なんとかお願いします、助けてくださいと、まあ、こういった流れがあるのかなと思っております。じゃあその伊勢鉄道、これまでじゃあどんな経営してきたんですかと、今更そうやって市長に、まあ、助けてくださいというようなことを言っているんですけども、これまで、まあ、副知事がですね、まあ、社長を今されていますけども、その伊勢鉄道の、まあ、経営内容、またなんで自治体が今支援しなきゃいけないのか、その原則論を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、杉山産業経済部長。ただいま、伊勢鉄道の経営状況、それからなぜ自治体が支援しなければならないのか、この2点につきましてご質問いただきました。答弁をさせていただきたいと思います。まず伊勢鉄道の経営状況についてでございますが、同社は事前の普通列車のほか、JR 東海のワイドビュー南紀および快速三重が経由して走っており、これらの運賃収入が同社の大きな収入源となっております。台風による災害のあった平成16年度、平成23年度を除き、基調としては黒字でございますが、直近の26年度決算では経常損益がマイナス236万9千ほど生じております。総合的には今回の大規模な、設備整備の費用を賄うほどの利益は生み出せないため、新たな支援が必要ということになりました。なお、同社のこれまでの経営改善としましては、駅員のパート化による人件費の抑制、JR との協議による輸送量に合わせた車両の増減など、使用量の適正化、入札、一括購入等による各種工事費のコストダウン化、JR からの予備部品の安価購入、無料駐車場の拡張による鈴鹿駅の利用促進等々、経営改善について取り組んでいるところでございまして、さらに現在、計画期間を28年度から5年とする経営改善計画を策定中でございます。次になぜ、関係自治体が支援をするのかということでございますが、今、公共交通に関わる潮流としまして、民間事業者を主体とした従来の枠組みを踏まえつつ、コミュニティ交通とさらに自治体が中心となって、地域公共交通の再編を進めることが必要であるという時代になってきております。地方鉄道におきましても、設備投資にかかる経費の負担は大きく、経営赤字の要因となっており、このため近年では地方鉄道の経営において、上部、鉄道の運行を行うと、下部、施設整備を保有するの事業者を分離することにより、鉄道事業の経営安定化を図る上下分離方式が広がりつつございます。伊勢鉄道株式会社の場合、上部と下部ともに同社が担っておりますが、同社に関しましても、上下分離の考え方に準じ、社会基盤整備にかかる設備投資費用については自治体が負担し、同社は鉄道運行に関する経費責任を経営
責任を担うという形で役割分担をするという考え方を持って支援に至った次第でございます。以上、答弁とさせていただきます。はい、田議員。ではですね、どんな市町村がこの負担金今負担しているのかお聞きしたいと思います。杉山産業経済部長。どのような市町村がここの、算出をするのかという問いでございます。支援の枠組みにつきましては、三重県市町は鉄道沿線の沿線3市、そしてワイドビュー南紀と快速名が走る12の市町で、負担をするということになっております。以上でございます。深田議員。ということは、やはり全市町村、市町ではないということが言えると思います。で、じゃあ、県内からですね、全市の市長から支援を求めるべきではなかったのかなと、これは本来、県に問うべき話なんですけども、そういうことを思う中で、なぜ県内全市長ではなかったのか、その考え方、もし分かれば教えていただきたいと思います。はい、杉山産業経済部長。今回の負担につきましては、県内全市町からの負担、が出ていないということでご質問いただきました。県の考え方としまして聞いておりますのは、伊勢鉄道株式会社の中期安全、設備整備計画による設備投資は、施設整備の老朽化に伴い安全運行を、確保する目的で行うものであることから、列車が通る樹液がある伊勢鉄道、紀勢本線、三宮線の沿線市町という枠組みで、支援を求めることになったということでございます。以上でございます。深田議員。はい、ありがとうございます。あと最後は、一番、市民にとっても気になるちょっと質問させていただきますが、将来的にですね、一応今回の整備計画というのが平成28年度から40年度という13年間の中での話なんですが、今後ですね、さらに先の話になりますが、それ以降利用促進が求められるわけなんですけども、まさか氏が今後また将来再度支援を求められることになるのではないかという懸念がありますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。杉山産業経済部長。再度支援を求められるかどうかという問いでございますが、今回あくまで平成40年度までの中期安全設備整備計画に基づく財政支援でございまして、以降は利用促進による収入増や補助金等を活用するなど、経営努力により通常の鉄道運行のための経営は鉄道事業者である伊勢鉄道株式会社が責任を持ち、安全確保も含めた基盤整備については行政が責任を持つという考えで、形で考えております。従いまして県にも確認をしておりますが、将来の支援については全くないということでは言い切れないということを聞いております。以上でございます。片木。はい、ありがとうございます。実は私の方もちょっと三重県の方に伺いまして、担当官の方から、事情の方を聞いてまいりました。で、三重県の方からもですね、この路線の三重県の公共交通ネットワークにおける位置づけというのは大きいという話がありました。で、先ほどの話のようにもですね、頼る市長と、全くそういった頼らない、桑名市や名張市や伊賀市のようにですね、三重県全域ではなく、一部の、市町村に、頼っているという状況で、例えばそのさっき言った桑名市や名張市、伊賀市には声をかけてるんですかと、協力を求めてるんですかという声はお聞きをしたんですけども、全くお声がけもしていないと、そういった状況であるということをご答弁いただきました。で、県もですね、やはりこう市長に頼るようなことを前提にした経営はしてほしくないと思っております。で、まず負担すべきはまず三重県で、それに関係する、それこそ路線のある四日市、鈴鹿、津の3市が、最も、その負担をすべきところじゃないかなというふうに思います。
まあ、どうすれば継続的に経営がし続けていけるかということを、やはり松阪市より県へ強く要望していただきますようお願いして、この項を終わらせていただきます。で、次に、まあ、ちょっと生産的な話をしたいなというふうに思っております。産業振興について入っていきたいと思います。まあ、公約の絡みからもですね、市長自らの発案をトップダウンで行っていく事業が出てくるのかなというふうに受け止めています。まあ、そういう意味ではこれまで以上に産業振興に力を入れていく竹上市政の大きな特色の一つだと思っています。また初心からも新しい企業を誘致してくるだけでなく、市内にある既存の企業に成長してもらう、まあ、そのための支援を行っていくことで雇用の確保をしていくんだという強い意思をこれまでのご答弁からもお聞きしております。まあ、そういった中でですね、既存の、まあ、企業の成長という中でですね、航空機産業と、あと産業支援センターについて、お聞きしたいと思います。で、まずは MRJ を代表とする航空機産業についてでございます。まあ、松阪市における航空機産業の現状の細かな説明を省かせていただきますが、 JADC という一般社団法人の日本航空機開発協会というところが発表する民間航空機に関する市場予測というものの中からですね、次のような航空機産業についての明るい材料を見つけることができました。一つ目がですね、新興国における人口増です。2000年に49億人が、2020年には64億人に人口が増えると。で、都市化が進んで、それに伴って経済が成長します。で、中間所得層、特に上位の中間所得層が大きく増加する見込みであること。で、二つ目にアジアにおける RPK で、この RPK というのは有償旅客数×飛行距離で算出される数字です。まあ、これが今後アジアでは3倍に伸びると。で、世界最大のマーケットになる予想もございます。で、また3点目には旅客機の需要予測を見ても、2014年で約2万機が、20年後の2034年には約3万7千機まで増えていくことが予想されています。また別の出元になる予測なんですけども、世界の航空機産業の 70% をエアバスとボーイングが占めていると。で、残りの 30% をそれ以外の航空機メーカーが争っている状況です。で、世界の経済の中心が日本から徐々に中国や東南アジアに移り始めている。まあ、そういった状況の中、その圏内で近い距離での移動が多くなるんじゃないかということです。ですので、一度に多くの乗客を運ぶというような形よりも、まあ、100人ぐらいの乗客を何回もその東南アジア、中国でこう乗客を運ぶという考え方のニーズが増えていく。で、そういったニーズに沿うことがよろしいんですけども、そういうニーズに沿うためにやっぱり燃費のいい小型機であるリージョナルジェット機の需要は今よりもなっていくという予想もありました。まあ、これからの将来を見据えたときにですね、大きなマーケットが、世界的な大きなマーケットがそこにはありまして、そのマーケットに食い込んでいけるかどうかは三菱重工のネゴシエーションにかかっているわけです。ただその三菱重工の下請け企業は真っ盛りに来始めております。で、今年の10月より稼働し始める予定です。将来的には、孫受け企業を作る、まさか市内に孫受け企業を作る、もしくは既存企業の、企業を育てていくことを考えると、航空機産業全体の一端を担う松阪市にとっても、これからの1年、1年1年をどうプランニングアクションしていくかということは、その位置づけは非常に重要なものであり、下請け企業や孫受け企業の生産、強いては経営をいかに安定させていくかということは、三菱重工が安心して世界のマーケットで戦えるかどうかの判断材料の一つになっていきます。もちろん行政がすべき範囲、しない範囲はあると思います。じゃあ、どんな支援を行政はしていけるのかということを問いたいと思います。このテーマについては一つだけお聞きしたいと思いますが、1月29日に開かれた松阪地域製造業者交流セミナーにおける加藤製作所の加藤社長の言葉からも、これからは約3年が非常に大きな時間軸になると。この時間軸の中で、この産業を松阪市にどう根付かせるか、まあ、大きな意味を持つことからも、松阪市としてこの3年間に何をしていくのか、そしてその初年度となる28年度にどういったことを行っていくのか、お答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。杉山産業経済部長。
航空機産業につきましてのご質問で、今後3年間何をしていくのか、まだ初年度となる28年度は何を、検討していくのかというご質問をいただきました。航空機産業に関しましては、松阪市として、今後3年間どのような取り組みをしていくのか、また、何を検討していくのかということでございますが、航空機産業をどのように捉えているかということですが、航空機産業は製造業の高度化の、牽引役として地域産業全体に対する、技術波及や高度化の中枢的役割を担っており、先進的な部品や素材技術が、結集された先端技術産業であると認識しております。松阪市といたしましては航空機産業が持つポテンシャルの高さと重要性を踏まえ、地域産業の新たな基幹産業としての成長発展に向け積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。松阪で展開されます航空機事業は大きく2つの事業がございます。一つは、先ほどございました、三菱重工業株式会社による三菱リージョナルジェット MRJ の尾翼組み立て事業、そしてもう一つが航空機部品生産協同組合による MRJ とボーイング機種の部品生産が行われていくということで、現在、今年の10月の本格稼働に向け、三菱重工業松阪工場の設備投資等が準備が進められているという状況でございます。松阪市に航空機産業が進出し、工場の立ち上げから数年間の初期段階が大きな時期であるというふうに認識しており、将来にわたり松阪市の新たな基幹産業としていくためにも必要な支援を展開していきたいというふうに考えております。その支援の一つは、すでに昨年から取り組んでおります雇用面での支援です。特に立ち上げから3年間の間に地元雇用が大きく見込まれますので、高卒、大卒、中途採用者など企業が求める人材の確保に向けて、ハローワーク松阪や地元高校、県内の大学等の関係機関とともに連携し、引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。そしてもう一つが地元企業への展開でございます。松阪市の航空機産業を基軸に地元企業への裾野広がりを考えていく必要があると思っております。その取り組みの一つとして、地元企業を対象とした航空機産業への新規参入セミナーや個別相談会などの開催も必要であるというふうに思いますので、実施に向けて検討してまいりたいというふうに考えております。また航空機産業への参入につきましては、さまざまな支援制度が国県等にございますので、そういった助成制度を企業にきめ細かく紹介していくことも一つの支援であるというふうに考えております。以上、答弁とさせていただきます。神田議員、ご答弁ありがとうございます。そうですね、本当に、短い時間軸の中で、大きなことをやっていかなきゃいけないのかなと思っています。で、先ほど申し上げた通り、やれることやれないことはありますが、やはりその、一つのことをやる、効果をいかに大きくできるかということを考えると、私個人はやっぱりその航空機産業だけじゃないんですけども、その支援体制をもうちょっと強化していく必要性があるのかなというふうな考えも持ってます。で、また部長の方から今ご答弁あったとおりですね、今年度も雇用の支援という点については本当に、企業連携推進誘致推進室と商工政策課が連携する中でですね、高校大学等に本当に職員さんが足を何度も運んでネットワークを一歩一歩築くことに尽力していらっしゃることは本当にお聞きしております。ただこれからどういうことができるかということを考えると、やっぱりその今既存のネットワークで大学等の連携をさらに深めてですね、松阪メソッドとしての雇用支援施策を確立、そしてまた熟成していく中でそのノウハウを築いてもらって、さらにはそのメソッドを航空機産業だけじゃなく他の分野にもぜひ展開できることを期待して、この講話終わらせていただきます。残り8分となってまいりました。次に産業支援センターについてお聞きします。この件はちょっと市長にちょっとお付き合いいただきたいと思います。市長が考えていらっしゃる産業支援センターがどういうものなのか、その方向性や構想の一端をお聞きできればと思っております。で、市長はビジネスマッチングという言葉を初日の代表質問の中で使われました。
でもっとその中身を聞いていこうかなと思います。でもちろんどんなものにしていくかということは平成28年度の予算案からもいろんな地域の成功事例を見る中で研究調査していくと、その事業案をその中で作っていくものであることはまあ承知しております。ただ今あえて聞くところの意図は、公約で市長が掲げたからには市長個人には何かしらのビジョンがお持ちなのではないかというところからお聞きいたします。で私自身も産業支援センターが真っ盛りにできればいいなというふうに思っております。明確な根拠もない理由ではございますがお聞きください。まず1点目が、行政が直接企業とつながれるネットワークの拠点となり得るのではないかと思います。今現状としては、商工関係の団体組織さんがありますが、あくまで違う団体さんとの組織の中での連携という中でしかつながりがありません。ですのでやはり、行政が持てる情報に、ちょっとこう一部こうなんていうんですかね、まあ、一部でしか持てないんじゃないかと、もうすべての企業の情報を持てないんじゃないかというところがあります。で2点目が、大きな成長が見込める産業が少ない中、地方で企業がいかに成長できるか、その方法策を考えると、情報やノウハウを提供できるインキュベーター、まあ、そういったものが必要になってくるんじゃないかと。でそれに伴って3つ目でございますが、マーケティングを行って分析できる機関が必要なのではというふうに考えるからでございます。そこでお聞きしたいのが、具体的にお聞きします。まあ経営に関する悩みを持つ企業というのは 100% だと思っています。で売上を上げたくない企業はいません。まあそのために問題点を指摘するような経営相談所ではなくて、企業が持つセールスポイントを客観的に見つけて、そのセールスポイントの発信の仕方やその強みを磨いていくための方法をアドバイスしていく、そのようなコンサルティング力を持つ者による売上アップを図る支援をしていくことを基本とされるのかどうか、その点をお聞きいたします。はい、竹上市長。深田議員から、産業支援センターについてのお話をいただきまして、議員の今おっしゃられた話と大体私のこう頭の中に話は似通ってるなというふうなことを思っております。実はですね、まあ、県にも産業支援センターというのがございます。そしてまた議員もご承知ですが、まあ、商工会議所の中にもですね、中小企業の支援の分野というのもあります。すでにですね、ありとあらゆる産業支援策はもう制度としては出来上がっていると言っても過言じゃないと私は思っています。ところがですね、そういった制度であるとか、導入の仕方、補助金等々、知っている人は知ってますけど、知らない事業者は全く知らないと、そういった実はですね、橋渡しをする機関があるようでないというのも事実だというふうに思います。まずはそういった橋渡しをきちんとできる拠点が必要というふうな意味で、議員先ほどネットワークの拠点というふうな表現をされましたけれども、そういった拠点が必要だろうというふうに思います。それと松阪市内、やっぱりですね、高い技術を持っている事業所がたくさんあるんです。ところがですね、それがなかなかやっぱりビジネスに結びついていかないというのもですね、たくさんございます。これも議員先ほどご指摘いただきましたが、マーケティングっていう分野で中小企業ってのは本当に弱いですね。そういったことがなかなかできるようでできてないと、まあ言えば、社長一人がですね、悩んでいるっていう事業が本当に事業所多いんじゃないかなというふうに思います。そういったところのきちんと、まずは相談に乗れるシステム作りであるとか、そしてまたですね、やっぱり新しくそこを飛躍をしていくということになればビジネスマッチングというふうな言葉になろうかと思います。あらゆるですね、結びつけをやっぱりつなぐことができる、きちんとですね、その事業所の強みを見極めてそれをつなぐことができる、そんな取り組みが、していただけるようなそんな支援センターを目指していきたいというふうに考えております。はい、福田議員。でちょっとまあその構想の幅をお聞きしたいと思います。で、まあ、例えば私個人が、まあ、若い経営者と話をしているとですね、まあ、人材に開発する悩みが非常に多くございました。で、まあ、人材育成という視点においては、まあ、研修施設と、まあ、置かれるのかなというのは、まあ、思っております。もうそれありきかなというところは正直思っています。ただそれとは別にですね、やはりその企業の採用支援、まあ、そういったこともしていけるような支援センターの構想の幅があるかどうかお答えください。
はい、竹上市長。ですね、なかなかその各事業所、民間事業所の採用のところまでは、難しいかなというふうに思います。ただ、これもですね、議員も大体のおっしゃってる意味合いはですね、優秀な人材がなかなか中小零細企業に回っていかないっていうことがやっぱり根底にあって、そういうお話をされてるんだと思います。ハローワークであるとか、そういったところともっと連携をする必要があるというふうに思いますし、そしてやはりですね、この産業支援センターの目的の中にもやはり、今松阪市内にある中小の企業がですね、飛躍をしていくお手伝いをするというふうな意味で、人材確保についてもですね、この事業所 の強みをやはり発信をしていく、そうすることによって信用力が増していくと、信用力が増せばですね、やはり優秀な人材が集まってくるというふうな取り組みになろうかと思いますけれども、そういったですね、形の支援をしていきたいというふうに思います。はい、岡田議員。もっとこの話したいんですが時間がないので、最後1点お聞かせいただきたいと思います。で、もちろんその産業支援センターの中で、その売上アップを図る、支援をしていくということも一つなんですけれども、その前にですね、やはりこの松阪市の現状がどういったものなのか、しっかりと把握する必要性がまずあるんじゃないかなと。でかつ、その企業ニーズを聞き出す、これそれこそまたマーケティングになってくるのかもしれませんが、そういった調査を行っておくことも大事なのかなというふうに私自身思っております。そういったそのまず現状のあぶり出しをするためのですね、調査何かできないかなというふうに私は思っておりますが、市長いかがですか。竹上市長。実はですね、多分議員ご存じかなと思いますが、毎年ですね、この市民の商工の方で、各市内の企業にですね、アンケート調査をすでに実施をしております。そういった、アンケート等も実施をしながら、いわゆる企業のニーズですね、それとまた商工会所の団体であるとか商工会の会員の皆さん方にもヒアリングを行う形でですね、そういったニーズを捉まえていきたいというふうに思います。岡田議員。わかりました。私ちょっと少し勉強不足でした。ありがとうございます。雇用確保のため、またビジネスの発展や創業支援、それに加えて採用支援と企業ニーズを汲み取り、それをサービスに変えていくことで、松阪市にとって大きなビジネスの拠点となっていただくような産業支援センターになることを切望して、私からの代表質問、またグループさつきとしての代表質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。以上で代表質問を終了いたします。議案第1号から議案第13号までの議案13件は、それぞれの各常任委員会に付託をいたします。